が、僕のパソコンでは僕が登場してないんですけど、登場してるんですかね。とりあえずね、スイートピーの花束だけは、もうね、すでにラッピングしてしまいました。このように簡易ラッピングで、いきます。これ、この間のね、スイートピーの花束ですね。めちゃくちゃ可愛いですよ、ほら。ね。ほら、めちゃくちゃ可愛い。どうですか？いいでしょう。次はね、このアマリリスのアレンジメントいきますね。では、いきます。まず、ラッピングからいきますね。とりあえず、ちょっとどこまで針が出るかわからないんですけど、これでやってみます。で、これ、位置がね、前の位置が大切なんですよ、ここの。これがあんまりこの、ダブつくと前がね、格好悪くなるんで、ダブつかないようにします。ユクロンさんがね、いいのを教えてくれたんだよな。あれをちょっと見てみようと思ってんだけど、全然見れてないんだよな。このぐらいか。このぐらいだな。このぐらい。このぐらいがいいかも。でね、このペーパーが、こう、もっとこれが、上にね、ビシッと来た方が、かっこいいんですよ、絶対に。ここで、タックを入れたらいいんじゃないかなって。いや、これね、実はね、やったことないんです。やったことないんで、もう、今、ちょっと考えながらやってるんで。せっかくだからね、ラッピングの研究会にしちゃおうかと。独自研究会にしちゃおうかと思ってんだ。で、こうか。ラッピングを研究するにはさ、この場所さ、寒すぎんだよ。すっげえ寒いから手がかじかんじゃってね、ダメなんだよな。こないだのさ、鉢物もさ、割とかっこよくできたじゃないですか。あれも初めてだったんだけど。ボクちゃんラッピング。ボクちゃんラッピングって。なかなかかっこよくできました。
はい、できました。めちゃくちゃかっこいいですよ。次このブーケいきましょうね。これは2枚重ねていきますね。重ね方でもね、違ってくるんですよ。この色の入り方がね。だからどう色を入れていくかによって、この重ねる、この、なんだろう、角度とか、重ね方とか、ね、表裏とか。まあ、そのあたりを決めていきます。でね、これをこう、例えば折り込んで、折り込んだけどとか、まあ、無理なみにビリビリこう切るのは簡単なんですけど、あんまりこう、僕ね、ビリビリ切り込み入れてくのが好きではないので、切り込み入れないで、ちょっとこれ1枚で切り折り込み入れたんだけど、1枚折り込み入れないで2枚で折り込み入れた方がなんかかっこよさそうなんで、2枚で折り込み入れようかなっていう。ここをね、こう1枚ずつ折るんじゃなくて、ここも2枚重ねて折るとか、まあこれも臨機応変なんですけど、毎回毎回ね、要するにこうラッピングって結構割と生き物なんで、その時によって違うね、見え方が。でもこれやっぱりなんかね、折るとあれだから、ここは切ろうかな。ここだけ切ろうかな。投げて。こんな感じとか。なんとなく可愛いじゃないですか。ね。リボンはね、少しこう同調した色にします。僕あんまりこの花束の花の色とこのラッピングの色を合わせないのがあんまり好きじゃないんですよ。だからまあ、反対色とか たまにね、やるけどね。
はい。